リーズ開催4日目予選最終日のバトルはサイドが後半戦に移りました。4号艇徳松もピット離れは何とか持たせたようです。吉田角郎、矢野蓮司、今垣幸太郎、徳松秀樹、山田浩二に池田浩二という対戦メンバー6人、今日2走で勝負が11レースを控える山田浩二です。絶好枠番吉田角郎が陰線、矢野蓮司が2コースであります。さあ3号艇の今垣幸太郎、さあ本番はどうするのか、まずはここが一つの興味。大敗を避ければボーダーは超えますが、今垣幸太郎、徳松秀樹も昨日の勝利でここに望みがつながってまいりました。2着 6.2、 3着 5.8、 11レースの2走で山田浩二は7ポイント以上の上積みが必要ではあります。池田浩二は無事故完走で OK ラインの、さあ3号艇の今垣、いやこれは予定通りか、3角度今垣あるあるですが、今垣から下げます。徳松4コース、山田浩二5コース、さあ癖のあるペラと格闘中の池田浩二、今日は考え方を変えてチルとレイで完全に合わせる策に出ましたが、1番2番3番4番5番6番です。サイドが後半戦です。スタートしました、強烈ストレート一気、3号艇の今垣、3号艇の今垣が余裕しゃくしゃくでまくり4号艇乗ってくる、徳松秀樹2号艇絡んで5号艇切り込む旋回、山田浩二6号艇最初切り込んだ6号艇の池田浩二も迫ってくるか、スタート前提正常であります。3カドからまくり強襲で3号艇の今垣幸太郎、前提スターター正常、2番手の席は5蓋4固まった、5号艇山田浩二コーナー選定、4号艇の懐に4号艇くるっと矢野蓮司切り込む、4号艇真ん中は田所正秀樹、2番4番5番3艇の大激戦ムードの三つどもえ、2番手の席誰が抜けてくるか、センター4号艇の徳松がじんわり、さあ2号艇矢野を抑え込んでいくか、徳松まっすぐ走りながらここで握った、叩いて4号艇の徳松がおっとフラフラっと前の出口後席で暴れます。2号艇の矢野、後方から5号艇の山田浩二ももう一度押し上げる、3艇また固まってまいりまして、センター2号艇の矢野まだ覗いていますが、9号艇の山田浩二がコーナー先手、2号艇のつけ回っていた矢野蓮司決まったか、4号艇は気をついた、徳松秀樹も当選回を放ったが右手ターン流れながらも2号艇の矢野蓮司が少し覗いていますが、徳松ボートを合わせてくるか、少し2号艇が後は対4号艇の徳松がコーナー選定、2号艇の矢野蓮司がつけ回った、思い切り旋回切り出した、これは見事に決まったのかどうか、徳松もこらえている、この静岡勢の激しい2着で陸号艇山田浩二は一歩交代の4番手、インコース4号艇の徳松2番手ならば順流間に合いますが、徳松秀樹がこの気合のコーナー先回り、矢の外1パターンが流れた、激戦制して順流が見えるか、4号艇の徳松はすり走り、先頭3番の今垣ゴールイン、2着で4番の徳松、3着で2番の矢野です。5番の山田浩二、6番の池田浩二に1番の吉田拓郎をゴールイン。このカートの発売途中から上空から雨の方が落ち始めています。さあ現在はしっかりと雨の方も落ち始めて、風の方をはためき、現在は向かい風コンディションは不規則に3メートル前後、時より4メートルぐらいのところもあるのかどうか。予選大勝レース、現在は雷鳴も轟いたり、絶好枠番1号艇の井口義則陰線です。江口昭夫が2コース、現段階でボーダーが若干上がって 6.20 の着差、石野隆之勝利 6.17 で待ちの状況ではあります。4号艇の田中慎一郎、外5号艇の宮地元樹は1着 6.0、 桐生純平ポイント上積んでいますが、6着は 6.17 となりまして、当然なるべく上積みたい一戦ではあります。スタート展示通り、井口義則、江口昭夫にスロー3に石野隆之、三者後方に下がり田中慎一郎、宮地元樹に桐生純平です。
が落ち始めて現在は不安定な向かいの風。さあ状況の変化に誰が対応するか。1番3番かは4番5番6番です。予選の第8レーススタートしました。センターから2番4番5番あたりダッシュ系会議号艇の石野パンチで内の2艇を叩き潰し、4号艇乗っている田中慎一郎、5号艇の中割ってことさつが、ドイツが6号艇桐生純平バックへ入った。2号艇の石野孝之パンチ追加制先制攻撃まくり切り、乗っていたのが4番5番6号艇の桐生純平、今日は回転上げてカーソフルクアル行き足アップ。スタート前提正常であります。6号艇桐生純平コーナー先に回ってふわふわっとして4号艇桐生、5号艇真ん中割っていたんですが、4号艇の田中慎一郎が混戦さばいていって現在2番手優勢であります。宮地元気に桐生純平学生の独走体制に号艇の石野孝之、2番手の4号艇の田中慎一郎一歩前へ出る。宮地が先に動いた桐生純平変化クロッとブレーキ効いてスポンと打ち逃がける旋回で桐生純平ハンドル切った瞬間にもう少し外の軌道かと思ったんですが、出口でボートがかなり返ってきた桐生純平。宮地元気がさあ後方から狙っていますが、6号艇の桐生純平ここはうまく叩いて回っていきます。2番4番6番ゴールド系前を通過していきますが、センター3コースからカツンとパンチある効かせ、2号艇の石野孝之一気の攻撃乗っていて、激戦の2番手です。4号艇の田中慎一郎が混戦せり勝った6号艇の桐生純平、あまり出口2周の内マークは特に強烈なる雰囲気を披露しましたが、桐生純平3番手、2番4番6番が上位を形成、後方5号艇宮地に3号艇の江口、ラスト1号艇の井口義則が続いています。最終コーナー石の田中に桐生、2番4番6番の対決、雨の中での戦い、雷鳴も届いていましたが石の先頭、先頭団の石のゴールイン、2着で4番の田中慎一郎です。3着で6番の桐生純平、5番の宮地、3番の江口に1番井口ホールイン。そしてひととき落ちていた雨、今はパラパラという程度なんでしょうか、しかしながら風の方が出てきています。スタート展示の時よりも向かいの風、おそらく効いているムードで誰が修正できるか突っ込めるか。絶好学番から1号艇の中島光平の陰線ピット離れでポーンと飛び出したのが島村隆義、昨日からは密かに上昇ムードを感じます。新田雄志がその前方、3号艇の馬場吉也、自力突破条件は3着練乳であります。重成和人、今日の前半戦も強烈なる雰囲気の気配を披露しますが、ここはマイナスセッティングに下げています。サイアウト地元の磯部学堂日をまたいで現在は2連勝中3勝をマークしております。無事故完走で OK ですが、勝利ならばかなり上の位置に行けるが、さあ本番は中島のイン、島村が2コースで新田が3コースでスローは1、4、2、後方に下がり馬場が4角5コース重成、サイアウト地元の磯部です。第9レース1番4番カバンダッシュ3番5番6番の進入です。さあ安定な風の中第9レーススタートしました。1号艇トップタイミング5号艇ダッシュ警戒、重成が出てくるか、一周の1マーク豪快にまくり切る、乗ってる5号艇石のカット2号艇新田雄志、4号艇フットボートを回してバックへ入っていったんですが、5号艇重成のまくり若干ターンが流れた、2号艇の新田うまく回ったか、一頭取り勝負の新田雄志前提スターター正常であります。2号艇の新田がまずはコーナー先に回ったが、5号艇さあスピード保って4番3番ずっと殺到し、6号艇磯部が混戦を切り込んでくる、3号艇の馬場が2番手に不調であります。3番手の次は引力号艇の磯部、アウトアク号艇の重成であります。先頭には2号艇一等勝分の2号艇の新田雄志、2番手の次6号艇絡んでいた磯部でありますが、3号艇の馬場なぜ切り込んでドーンと5号艇外強襲、
5号艇の重成でありますが、6号艇の磯田がその前につけた。3号艇の馬場が前方につけます。目下体形は2番3番6番か。向こう正面からボートが返され、独走体制2号艇に対し5号艇を押し上げてくる。4番手から逆襲重成をつける、潜り込む。3号艇馬場マッセ刺す。6号艇 V ポイントオート漏れ気味。6号艇の磯部ふわふわします。今度は重成が前へ出て2番3番5番の体形であります。馬場と重成のそのパワー差があるだけに、3周回第3マーク3号艇の馬場が2番手ターン。重成はワイドを取りながら6号艇も絡んで2杯を回して刺す旋回となりまして、この間に3号艇の馬場よしやが2番手リードを広げた。2番3番5番の体型であります。今最終コーナーを2号艇の新田雄志から3号艇の馬場よしや、3番手は5号艇の重成和人。ラストコーナー回って最後の直線であります。嵐の中での戦いとなったが、2番3番5番5号艇重成から詰めたが、馬場が2番手先頭ターンの三田ノリー、2着で3番の馬場、3着で5番の重成、6番の磯部、4番の島村、1番の中島、ゴールイン。熾烈な得点争いを展開している第70回ボートレースダービー予選最終日の戦い、9レース終わった段階での18番目ボーダー上、 6.20 に3人が並ぶ状況での着差というハイボーダーであります。10レース予選競争、絶好学番の菊池光平人気を集めていますが、勝利でも 5.67、 ブス島誠は何としても1着でないとセーフティー圏とは言えません。こちらは2着条件で片岡正弘です。定番通り1豚さん456山崎軍が4コース戦、岡崎康弘前走勝利を飾りましてシリーズは2勝目、岡崎は手元の計算上では大敗は現金、サイアウト6号艇の地元平本正幸、ターン系統出足の雰囲気はなんとかしたような雰囲気はありますが、山崎軍から3着が後方に下がってのダッシュ戦です。一時風が一旦は強くなり、また止み始めて雨は落ちている状態ではあります。終盤第10レース予選競争、10秒前となります。枠なり体系での3対3、1番2番3番4番5番6番です。1秒スタートします。1号艇の菊池光平がトップタイミング、センターから3番4番5番1号艇の菊池がまずはコーナー選定、3号艇の片岡正弘がそこついて回った、2号艇の真ん中奥号艇狙っていたんですが、4号艇コンパクトに回った山崎軍バックへ入った、1号艇押し切り成功、1号艇の菊池光平、次に号艇の薄島誠であります。前提スターター正常です。インコースから4号艇の山崎軍、後方6号艇の平本が絡んでいくんですが、4号艇の山崎回してくれません。2号艇薄島ショット警戒、つけば決まった。1番ターンの体型、3番手のセーバー、4号艇、おっと、ボートが暴れて、今度は5号艇、岡崎、6号艇、センター、9号艇、平本は内面ラインを変えていったんですが、山崎君が若干覗いている。5号艇ですが、4号艇、かぶせを抑え込んだ、5号艇、おっと、一が交錯、V へ寄りついた、がコンパクトに回った、5号艇の岡崎、切り込んだ6号艇の平本は波若干待っている。5号艇の岡崎康弘が3番手、優位に運んで逆転成功。5号艇の片岡と6番4番あたりがなだれ込んでくるコーナーですが、5号艇岡崎前方3艇真半リードを取りまして、3番手優勢に運んでくるか。さあ後方では364と3艇第1激戦、5号艇の岡崎康弘が3番手、定冠老が今音競馬では2艇真半で、5号艇の平本が追いかけてくる。菊池光平と薄島誠上位を形成であります。岡崎まっすぐ走りながら6号艇、絡んでくる平本正幸を回して手前でちょっとグリップ切って切り込んだ、9号艇の岡崎、平本正幸ターンが若干飛んでしまいましたが、9号艇の岡崎が現在は3艇新先行であります。菊池光平と薄島誠が上位を形成という第10レース、3番手目まぐし混戦からは9号艇の岡崎が競り勝って 6.67 となりますか。6号艇おっと最後絡んでくる平本、しかし岡崎優勢、先頭1番の菊池ゴールイン、2
着で2番の三瀬島、3着は9番の岡崎です。6番の平本、後方4番の山崎に3番の片岡ゴールイン。ルインさあ道中の嵐は過ぎ去ったか、雨は止んだが風が吹き始めて、今度は追い風、風速どうでしょうか、3、4メートルか。残る予選カードはあと2つで11レースを迎えています。絶好学番の羽野直哉が陰線、地元若手の吉田悠平、寺田翔は高枠をかけての戦い、山田浩二、浜野谷健吾に篠崎元志という対戦メンバー6人です。初の SG チャレンジでポイント現在は10位という吉田悠平ですが、大敗は厳禁。ボーダー上ですが山田浩二15位、18位の浜野谷健吾、羽野直哉は20位、勝負がけ。羽野浜野谷あたりは2着以内が欲しいところか。羽野が今絶好役番から前方にボードを向けてきます。吉田悠平2コース、寺田翔ですが、勝利ならばかなり上のクラス、もしかすると上が崩れたらというくらいのポイント状況、勝利ならば 8.0。 山田浩二が4カードです。浜野谷健吾、かなりの仕上がり具合になってきた雰囲気を感じるが、サイアウト6号艇の篠崎元志、10秒前と迫ります。追い風、飛びながら進入、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第11レース予選競争スタートしました。皇帝の浜根がトップタイミングが上がっている。2番ドームあたり、飯田修一皇帝、まずはコーナー選定。羽野直哉、2号艇相手外、5号艇が真ん中狙ってくる。5号艇の浜根ですが、さあ4号艇が決まった。山田浩二バックに入っていますが、リンゴ式成功、1号艇の羽野直哉、前提スタート正常であります。4号艇の山田浩二、現在2番艇。さあ6号艇スルスルと篠崎元志、外は5号艇の浜根、2号艇の攻撃カットしながら先に動いていって、変化を加えていった。真ん中突き刺す、当然回の浜根や、しかし5号艇の山田浩二踏ん張るか。芸能がかかった状態、おーっと4号艇絞り込んで、フラフラっとした5号艇の浜根、それでも潜り込んでいって、2番3番あたり、吉田寺田もやってくる。5号艇の浜野谷が、さあ2番3番を絡んだが、前詰まり、4号艇切り込む。2番3番のポケット突き刺した4号艇高専か、山田浩二。2号艇吉田悠平が3番手にジャンプアップで、1番4番2番の体型であります。浜野谷もしかしながらまだまだ押し上げてくる展開、ぐっぐっと伸びてくるが、4号艇山田浩二が2番手だ。2号艇吉田悠平外くる、5号艇回れるスペース、5号艇押してくる、押してくる浜野谷健吾。しかしながら4号艇の山田浩二の外には、2号艇吉田悠平、5号艇の浜野谷が1番の9加速力。それでも4号艇山田浩二センターからラインを取りながら浜野谷を付け回っていた。決まったかと思った瞬間、2号艇切り込む旋回、吉田悠平ですが、4号艇の山田浩二、2号艇の吉田悠平、ここ距離を詰めて一気に挽回でボート半分かかってきた。ラストコーナー独走態勢、1号艇の羽野直哉、順位が見える。4号艇山田浩二が抑え込んでいた。吉田悠平 V ギアを狙って入る旋回、うまく回ってきた吉田悠平。ラスト押した、逆転あるかどうか。先頭1番の羽野五輪、2番手争い逆転、2号艇吉田悠平、4番山田浩二が3着後方、5番6番浜野谷、西野崎、ラストは3番の寺田ゴールイン。今日は時に嵐の中での戦いとはなりましたが、最後は清水面が舞台ではあります。蒲郡を舞台に展開されている第70回伝統の SG ボートレースダービー、いよいよ明日の準優メンバーが出揃います。 SG 戦線に新たな風を巻き起こす、そんな新海渡るシリーズリーダーを維持してきましたが、
立ちはだかる分厚い壁、茅原優輝、峰竜太。峰は新海とのシリーズリーダートップ争いがかかります。茅原優輝も連絡みが条件。西村拓哉、昨日6着大敗でしたが序盤戦は2位ビンビンと飛ばした一人であります。西村拓哉は6着だけがダメです。関広也、3コース戦、峰竜太、4角に下がります。5コース新海渡る、最アウト6号艇の笠原涼。風が止まった状態から今ほんのかすかに向かい風状況であります。どうやらボーダー近辺は 6.20 の着差あたりで収まりそうな雰囲気ではあるんですが、枠番通りの3対3です。インの茅原、角の峰に人気が集まります。1番から3番、4番、5番、6番です。予選のファイナルカード、今日のファイナルメニュースタートしました。イン1号艇の茅原、カラカラ4号艇の峰竜太、2人が好タイミング、ググッと出てくるが3号艇抵抗1号艇、この間に茅原優輝、闘争体制、主導権握る。3号艇外いて、枠には2番、5番、4番、佐藤、枠へ入ったが同等式に成功、1号艇の茅原優輝。3号艇の関広也が先に動く展開。さあ、ここからは5号艇のセンターの新海渡る、4号艇、2号艇と峰に西村前提スターター正常。5号艇の新海が前を前を追った、クロッと潜り込む。3号艇叩いた、4号艇引き込む旋回。峰竜太でありますが、5号艇の新海渡るも踏ん張っています。上位定段からは茅原と関、完全にぶち切って1号艇の茅原優輝、3号艇の関広也、2番手、4号艇の峰竜太が5号艇の新海渡るにボートを合わせる展開。ブロックを決めて込んでいく。4号艇の峰竜太、逆転3番手に浮上であります。5号艇の新海渡るがターンが長かった後方、2号艇の西村拓哉が合ってきて、ラスト6号艇の笠原涼が続いています。チルイン解消体制で1号艇の茅原優輝、3号艇の関広也が先に動く展開。峰竜太3番手、1番、3番、4番にはオード系前を通過、ラスト 600m の攻防に向かいます。ここはインからしっかりとスタートを切り込んで解消でした。1号艇の茅原優輝勝利で 7.0 です。3号艇の関広也が2番手、4号艇の峰竜太が3番手、次々にバックへ入りました。1番、3番、4番の体系であります。峰竜太3着ですと 7.67 か。最後最終コーナー旋回体制から最後直線にボートが返されてまいります。茅原優輝独走、3号艇の関が2番手、そして4号艇の峰が3番手。予選のファイナルカード、先頭1番の茅原優輝ロリー、2着で3番の関広や、4番の峰竜太が3着、5番の新海、7番の西村、ラスト6番の笠原、ゴールイン。